会談を受けて、拉致被害者家族会の飯塚茂雄代表は、拉致問題の言及がなく残念だと述べました。全般、なんとなくその表面的なパフォーマンスばかりでね、会談の中で、その日本人拉致問題についてはちょっとも言及なかった、要するに議題に上らなかったっていうのは非常に残念だと。 日本の出どころがないという印象はどうしても否めないんですよね、いい機会であるんですけれども、それをうまく使わないと。一方で、飯塚代表は、拉致被害者を返すという強い態度をアメリカに示してもらいたいと、今後の米朝会談に期待を寄せました。